はい、えー、今回の安倍総理の訃報に際してですけども、奈良県警全容解明に努めるというふうに、まあ、お話しされてますけども、そもそもどうだったんですかね、警備はできる限りパーフェクトにしたつもりだったんでしょうかそれとも、意図的に手薄にしたんでしょうかさらにですね、言えるのは、 頑張ったけどこの程度だったのかなってことなんですよ。で、奈良県警の警備体制につきまして、チェックする外部機関はなかったのかなってところも疑問ですね。うん、悪い考えをすれば、もうすでに奈良県警の方にも、まあ、サイレントインベンジョンが、まあ、行き渡っていて、不自然に見られないように隙を作るような警備をみんなが真面目に、これでいいんだと思いながらやっていた可能性も、 まあ、なきにしもあらず。そんなことはないですかね。うんまあ、あまり言うとね、また、風雪のルフとか、デマを中傷してるとかね、いうことになりますけども、いろんな疑問が湧く中で、あまりにも奈良県警のこの対応、事件後の対応が曖昧すぎて、あの、保身に走っている、その気持ちはわかりますけども、二度とこんなことが起きないように、警備のレベルを上げようとかね、警察の もっとね信頼度を上げようと思うんだったら瞬間的なこの時だけのやりくりじゃなくてね長期的な日本の安全とか警察への信頼ってものをね、えー、もう繰り上げていくためにも個人的な損得ではなくてねやっぱこう全体的な利益の追求に即してほしいなと思うんですようんなんかね結果は重大に受け止める問題があったか確認を進めるっていうふうにね こんな言い方ね、今まで散々パラマ、安倍さんがしてきたことだとは思いますけども、なんなんだと思いますよね。で、あの、結局は、こういう人たちってのは、自分に都合のいい情報を出して、都合の悪い情報は一旦保留するわけなんですよ。保留ですよ。もみ消すわけじゃないんですよ。保留して、そちらの自分たちに都合の悪い情報は、本当なのか、そうなのかって裏付けを永遠に取り続けるんですよ。 現在調査中ってやつですよねまあ何でもそうですよね。だからいいましいなと思うのはこういう時なんですよね。うんやっぱりその警備に穴があったから事件が起きたわけだしこういうことになったわけですよ。何もねあの集団で300人ぐらいが押しかけてきてどうしようもなかったってわけじゃなくてたった一人のたった一人の人がねなんかわけのわかんない武器を持って 至近距離までで来てるわけですよしかもその攻撃が成功してるわけですよ2回も少なくとも1回目の攻撃の後まだ安倍総理はね意識ははっきりしていて後ろを振り返る余裕もあったわけですよでその次の銃弾の前に何も呆然として立ちんぼなんですよね周りの人がこれが警備なのかなと思っちゃうわけですよなんかね できるはずのことはあったんじゃないかなと思いますし、条件反射的に身を挺して、ね、用心を守るっていうことを考えると、鉄板入りのカバンをね、ばーっと差し向けるとか、うん、なんか、そういうのなかったのかなと思いますよね。あの、道路工事の人がやってるわけじゃないんですからね。うん、まさに、いつ何時起こるかもしれない、狙撃ですとか、それから、 資金攻撃とかにに対応するために身を光らしてるわけででしょうでこれがねこんな素ばしっこくもなくね簡単に取り押さえられるような41歳のなんか無名の人間にね格闘の技術もなさそうなこんな人間に簡単にあっさりやられちゃうぐらい奈良県警の警備体制ってのはひ弱なもんだったのかなと思うと今後にも意向を残すんじゃないかなと思いますよね。うーん だからねもう保身をするんじゃなくって自分の身を守るんじゃなくって公の身を守ってほしいですね国民とかそれからこういった VIP のねまさに自分たちの職場を守るために自分たちの階級を守るために躍起になっているところが透けて見えてなんか嫌な感じがしますねもうぜひね一刻も早く立場の利益不利益を超越したね真相解明を、まあ、していただきたいんですけども まあね、奈良県警当事者自身にはないでしょうから、なんとも言い難いですよね。結局警察っていうのはかばいあって、あの、白バイ、高知白バイ事件だってそうじゃないですか。結局はこういうことになるわけですよ。何なんだと思いますけどもね。それから似たような感じで、トライストーンとかね、三木谷さんとかね、お互いにかばいあってんじゃねえよって感じですよね。はい、えー、ちょっと余計なことまで言いましたけどね。えー、まあどうなってしまうんでしょうか。 安倍総理に本当にお悔やみを申し上げるばかりでございます。